なんかそれっぽいの一 <laughs> 年さってまた一年もえっとオープニングテーマ10分ぐらいから入ろうかなはあ、い、何がいいかななんか最初のオープニングトークあそうだあるんだあるんだ当さあさライブハウスの話と うんとね本丸っていうあ,、はいはい、あそこの話とのうんとそこの話をオープニングトークでして、うんうん、美味しかった美味しいなんかねノスタルジックな感じ行ったことあるあ<れ>なんかいいよね昨日行った時どんなメンバーの人だったお店うんあの私たたちが行った時はあの あの、なんだろう、お姉さん。お姉さん。<laughs> で、起き果てて、だって、みんな、お姉さんって言うじゃん。<laughs> んあの、本丸ってあっちでしょ、あ、住所。役所の裏の方。あ、本丸。うん。はいはいはい、違う、わかんない、わかんない。言ったことあるけど。うん。おーお、すごい、今日、もう、もう、あれですね。あれ、覗いたぐらいなんですよ、俺は。あ、本当。うん。あ、すごい、とといもう、なんか、コメントが、ばーっと来てますね。 あのあ、なんかヘッドホンとか<が>、はあ。はあって感じだね。 聞こえてるんだよねいよはいはい皆さんこんばんはやってまいりました火曜日の夜七時エリューの愛でサロブリー始まるよえ、マギヒラさんだよね<ん>前の<れ>、うん、あの前のゲストさんん行かない <laughs> 前のゲストさ、うんあのレッツ深呼吸の サンはい、はいってなわけで、今日も火曜日の夜始まりますよ、皆さんどうですか、集合はできてるでしょうか、えーと、前のレッツ深呼吸のゲストさん、まげひらさんでございますが、あのこう、ちょうど番組終わるときに私、入ってきたんですけども、フェイスブックではつながってるんだけど、どうしても人見知りな私は、こんにちはとしか挨拶ができない私でございますが、山ちゃん、どんな人見知りはい <laughs> はい、人見知りでーす。ははい、はいなんかさあ,のある意味私人見知りなんだよねっていうのは、うん、皆さん人見知りだからちょっと気遣ってくださいね的なふうに聞こえるともあの周りから言われたんだけどどうなんだろうそう,ですかそうでもないよねなんか、うん、私人見知りだからのあんまり喋んなくても気にしないでどうぞももも盛り上がってって感じで言うよね。いや そうでもない。そこまでも考えてないはい <laughs> 人見知りとかも意識しなかったし、ねうん、んか私ね結構緊張しいであの、こんなに喋ってんのにそうなのかってみんなに言われるんですけどあの、沈黙が怖いので喋、うん、ると。ると、うんうん、でシーンってなると急に足がくがくしてきてへえ <laughs> <laughs> なんかやばいっすね <laughs> やばい <laughs> まあ、まあ、若かりし頃そんな感じでしたが、うん、やっぱりまだ若いのかな時折そういうことがありますね相手によってなんかですね人見知りって、うん、僕本当に若い時はもう全然人見知りだったんですけど、うん、まあ最近は変わってきたというかあんまり人見知りしなくなったんですけど,ど<う>それは。うん まあね、最悪でも取って食われることはないだろうみたいな、だんだん経験値から無意識に思うんでしょうかね。ですね、とか、<laughs> まあ、変なこと言ってもいいかなぐらいの、<laughs> まあ、そんな大した、首ちょぎられるぐらいまでの失敗はないだろうと。そうっすねあののー、だから人見知りのと って振り返るとですね、はいはい、やっぱり自分が言う言葉によって場が、はい、凍りつくとか、うん、その変な顔されるとか、うん、そういったのが怖いなぁと、うん、あーなるほどねだから初対面の人にも、うん、こう、なかなか喋りきれないっていうあれがあったんですけど、うん、まあその社会経験を積めばですねほいほいそういったのもなくなってきたのでまあだからそう思われてもいいかなとか凍りつく。 行くんだったらついてしまえみたいなああ、なんか私わざと凍りつかせるようなことを、うん、あの気づかないふりをよそうっていうことがありますねあーそれもありますね <laughs> ぶっ込むなん,てなんかこうちょっとしもの知らない封じしてぶっ込むわけでしょなんかあそうなのみたいなわざとなんか、うん やるみたいなそうですね<う>たまにやりますねそう、うん、なんかあんたたちさみたいな、うん、ちょっといい加減にしてよみたいなあんなことあんなふうに言ってたくせにここでこんなふうだわけみたいな時にやりますねわ、うん、かります <laughs> あの B29 の操縦桿に行ってるのか、うん、あのね、うん、あの何ゼロ線の操縦桿乗ってるのかわかんないぐらいの気持ちでぶっ込みますねなるほど <laughs> の置いいとて怖いえそんなの置いといてですね今日なんかすごいですねオープニングの前からコメントがバババっと来てましてはいその辺ちょっと行ってみますかはい福藤さん来てますこんばんはこんばんは今日は週字がお休みだったので早く来れたわというわあそうなんだはい続いてチャンオカスさんエりュさん山内さんこんばんはオープニング曲はそんな感じでということでどんな感じなんでしょうかありがとうございますねえ ありがとうございます。いつも助けていただいてござい、いただいてございますね。<laughs> 大事なとこなんか抜けてますよね。そうですね。はい。サイガーさん。はい。えー、エリューさん、山内さん、こんばんは。はい、こんばんは。えー、カピー。おい。エリューさん、素敵。あらま、まちょっとね、カメラの位置が反対だったらもっと素敵に見えるんだと思うんですけど、こっち側から映ってんのかいって感じですけど。 どういうことですかあ,あの、あの、その日の映る角度で髪型によってこう顔が違うく見えるので、反対側から映ってほしいなって思うときがあるんですけど、まあいいですよ。どっから見てもお綺麗でございます。<laughs> 何よそ見て言ってんのみたいな。<laughs> <laughs> 大丈夫ですよ。エクドさん、はい、始まる前からお疲れ様ということで、そうなんで疲れてるんですか,か。まあ7月いっぱいちょっとこの慌ただしさが、うん、あなんかおっしゃってましたね。はい、続いて、はい、でもまあ6月いっぱいでちょっとなんかはあんっていうのは終わるので、うん、まあ7月からはあのワクワクドキドキいつか発表できたらと、なるほど。はい思います。いいすね、はい7月25日に向けて今ちょっと。 みんな頑張ってますね。はい。はっ、い、ちさん。はい、大岡さはい、こんばんは。えー、そしてですね、一服堂さん。エリューさんの人見知りが信じられない笑い。ってことで。本当 <laughs> ですよね。あの、あの、ちゃん岡さんに聞いてください。かなりな私、人見知りなので <laughs>。もう、なんか初めて会った時に、うん、あの、あの、なんだろう。 何かの集まりがある前にみんなで集まったんですよ。その時本当にガッチゴチにもう,もうね、太郎ちゃんとかとみんなで会った時に固まって,って下向いてましたからね、最初の頃。目も合わせないって言われましたけど。えー、今ではなんかしっかり見ますよ、みんなのこと。はい。なるほど。え高松マリーさんもこんばんはって来てますね。はじめましてじゃないですか あ、そうっすか違うんじゃないあ、なんか見たことあるな、この文字の雰囲気。多分違うと思います。お久しぶりでございますですね、この方はね。お久しぶりじゃないと思いますね。え、先週来て先週来てたんじゃない先週か、先々週は来てないか。うん、休んださんが休んだから久しぶりかもしれないね。もしかし俺も、高松マリーさん教えて多分ね、来てますよ。あら、まあ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 ごめんなさい。えっと、西川さんは、ほら、来てましたって。 ごめんボス飲んでないよニコチンだけ摂取しているかっこ笑いということでニコチン最後はさんは今日は飲まずに参戦ん飲んだ方が楽しくないですかね僕は飲みながらツイキャスって結構楽しいですけどえな何あのラジオをやってる側じゃなくて見てる側であ見てる側でもでこうツイキャスしながらそうそうそう飲みながら,飲みながらって結構楽しいんですよ あの、よく、うん、あの、の、自分の飲んでるのをツイキャスで映しながら、こうね、あれしながら飲んでる人とかいるじゃないいますね。いま,すねまあ、人それぞれですからね。い,ね <laughs> いや、うん、いいと思いますけど。ダメ。あ私、ちょっと気持ち悪い。なんでなんか、え、だってプライベートじゃん、みたいな。でも、離れた友達と、なんかちょっとこう、じゃあ、つないで飲むかはいいけど、うん、複数、 なんか友達っていう友達でもない相手との、はい、なんかこう,うっええー、ってまあまあアナログなだけですよ私がああなるほどね、うん、私はちょっとね、うん、どっちかというとこうプライベートあんまり見せたくない人なのでうんあれですよあの、うん、今若い子たちはこの ツイキャスやる人たち若い子たち結構やるじゃないですか、うんねね、その子たちはね、あのー、本当にプライベートでやってますからすごいよねやっぱりさ人と付き合うのは私はこうなんかこう同じ空気感の中で接したいかなと、うん、語り合いたいかなって感じがするなるほど、うん、でも面倒くさくなくていいかもね ちょっとごめんちょっと退席しまーすプチってできたりね寝たい時にじゃあごめんねーみたいな、うん、でもやっぱり関わりってそんなんじゃないような気がするのかな私はだからそれもありつつやっぱ生身もありつつなんじゃないですかねあううんだとだ思いますすよさがにねこの これだけっていいいいうう人はなななかかいいと思いますそうね、うん、私ちょっとびっくりしたことがあってさ、うん、SNS で、うんね、今問題になってるじゃないテレビとかでもさ、はい、なんかこのネットの中でのいじめっぽいのとか自分の意見と違うことになんか、うん、うわーって攻撃して周りをこう何ちゅうのかなこう なんていうの巻き込んでまた攻撃するってうん、うん、私あれ若いさ、うん、ガキンチョたちの中の話だと思ってたのそうしたらびっくりしたわいい年のね年を重ねてきた人たちが、うん、あのちょうど私もつながってるグループなんだけどそこでそんなのを目の当たりにちょっと昨日今日したんだよね<ー>マジですかとそうなんだ、うん、大変だねなんかこうお大人帰るのお疲れさーん なんかそれを見たときにびっくりしちゃった、うんえー、ちょっとみんな大人になろうよっていうか、うん、人らしい心取り戻そうぜって思った感じでしたね。なるほどね。そんなのありました。ちゃんおかさん、はい、なんだって山内さんが人見知りだって俺もっていうこと <laughs> やっぱりさ人見知り本当の人見知りな人は、うん、人見知りが周りには伝わってないかもね。 どうなんすかねだから、僕もね、もう人見知りっていうのは、僕らぐらいの世代になったらもう、いいんじゃないと。いいんじゃないいいんじゃないって、な、何よ。何て言うんですかね。人見知りする時もあれば、ガンガンいける時もあるし、結構、その、場によっても、だいぶ変わるじゃないですか。あるね。うん。で、それも分かるじゃないですか。ある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 。今日はいけないな、じゃいかんこうとか、そんな感じなのかなと思って。 テンンショががどうしてても上ないっあるよねあとなじめないときもあるじゃないですか。なんかわわあっちがしててその中心と合わないからあじゃあちょっとそれを見とこうかなみたいなときも僕あるので温度差が感じるときね私そのとき消えるそうそうだから別に消えたからって人見知りしてるわけではないし消えるの前に行ってないかもしれないな。 私結構デブ症なのよ。えでも行かないと分からないじゃないですか。うん。なんかねああ、うん、なんか行ってもきっと楽しくないなって行く前のもう人見知りが始まってて、うん、ででもなちょっとチャレンジしてみようって思っていくと面白いんだよね結構。<laughs> なんでこんな楽しかったらもっと前から来てりゃよかったわっていうようなことがた,たたたたたありますね。もうね、飲んだもん勝ちです、ね。<laughs> 飲んだもん勝ち。本当に。そうだ、飲んだといえば、うん、あのですね、昨日、あの子供たちとね、前から行きたかった宜野湾の野岳に、はいはい、あの、市役所の裏の方なんですけど、うん、本丸っていう、うん、あのーな、焼肉屋さんというか、もつ焼き屋さんというかがあって、 ですよねね中身じゃないホルモンもホルモン系とかも結構揃っててただねホルモン系で揃ってないのが小袋、うん、私好きなんですけど小袋とかがちょっとなくって、うん、でも千枚とかあ蜂の巣もなかったかな,なんか千枚とかねミノとか、うん、であの,あの何だっけ四万とか結構揃ってて。うんうん であのお肉とかも結構おいしかったですね。おいしいですよね。おい美味しい、おいしい。オープンと同時に行かないと、席取れないよって言われてて、うんであ、じゃあ予約しようと思って、昨日予約したら、あ大丈夫ですよって、7時じゃああの半ぐらいに次男坊が帰ってくるってことになって、うん、じゃあ7時40分って言ったら、まあ、いい感じの流れで行、うん、って、そしたらあのお店に入ったら、今日は大雨なので、空いてますって、な、うんかロッキーとか思って、うん,うん。 炭火,炭火で、七輪かなで炭火で、でちゃんとこう目の、なんていうのかな、ダクトが下がってて、なんか昭和のね、良き風景みたいな感じのこお店の中なんだよね。で、本丸っていうと、こうみんな想像するような字ではなくて、ぎゅ、うん、ーって3つ書いて、丸で囲んであるんだよね。 ああでしたっけそう、ぎゅうぎゅうぎゅうって書いてあの丸だからやっぱりあのホルモン牛ホル中心に置いてるのでそれを表してんのかなでしょねおいしかったいいですね焼き肉行きたいな山ちゃん行きたいなって言って自分で来週エリソン飲みに行きますかって言って本当火曜日行くの忙しくて金曜日あたり違うんですよ火曜日はこれ終わって翌朝も早いので なかなかね、やっぱ厳しいんですよ、火曜日。<laughs> だったら、振るな <laughs> え、ふ最終、帰り言ったの、じゃあ、エリスさん、来週火曜日って、本当かなと思って確認したら、金曜日 <laughs> 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 だろうなと思いましたけどね。でも大丈夫よ、あのいつでも私、三段、四段構えなので、はいあの、全然気にしないでください、私自身がドタキャの女なので、なるほど、はい、だからよく言われますね。 ドタキャンだけはしないでくれと、なにね。なるほど。えっと、コメントまだまだ来てますよ。お願いします。てさん。はい。山ちゃん、エリュウさん、こんばんは、ということで。てさん。初めてですね、てつさんから。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。長いお付き合いを。ええ、高松真理さん、逮捕された女医は。何これ。ホストクラブから。配信してたね、ということで、ツイキャスですよね。 なんでしょうかね。逮捕された女優がいるんだ。あ、あの人。うん、分かんないけど。あの前あったじゃん。あった。うんうんうん。分かんない。うん。まあ、はい。<laughs> うわーうなんかー。もううとくてね。斎賀さん、はい、山田さん、俺は三名以上集まらないと飲まない。家で一人で飲めない。えー、なんで子供いて奥さんいたらもう三人じゃん。<laughs> 飲むメンバーでしょうね都の修正で <laughs> 子供にカルピスやって、ね、奥さんになんかやってオッケーじゃない、うん、一番下の子にミルクやって4人だよ <laughs> あそっか今4人だねえ素敵、うん、え、みやこの修正でお通りできる人数が最高だね」ということです、うん、うわすごいですねお通りね、うん、あの耳では聞いてますが、うん、あの実際はやったことがないというか、うん、はい <laughs> はい はい、<laughs> すみません、はいえー、一福堂さんオフ会ありますからねということでさっきのねあのあ<ー>ツイキャスのあれねツイキャス別に、うん、このネットだけじゃなくてその南<ー>のこの飲み会というかオフ会というか<の>そういうのもあるあ一服堂さんが出てこれるんだったらあのあのどうかあっちでオフ会やりましょうよ、うん、仕事で名古屋とか伊勢とかあっちの方行くのでその辺でおちちゃいませんねねっ はい、サイガーさん、はい、ホルモンってめっちゃ煙が出るイメージがある。ちゃんともうギリのとこまでダクトが来るので、全然全然最高ですよ。あの煙がいいんだよね、ホルモンは。ね、ちょ,うん、ちょっとはね、うん、出たほうが。大塚健二さん、出た山内の社交事例ということで。しょっちゅうですよ。<laughs> <laughs> あのいや山ちゃんと私のほとんどあの九十九点九九九九パーセント私たちは小学高じれですからね皆さん <laughs> いやい僕は違うんですあそう <laughs> 何をっしちった <laughs>、えー、レレッチさん、はい、来ましたねエリウさん山内さんこんばんはということではい,はいこんばんは今日もよろしくお願いします、ね、な,んなんかテンション上がるねレレッチ来るとねねどうしてこの頃可愛いレレッチさんって言わなくなったのなんかもう いいいんんじゃゃない <laughs> なああ、だそりの番組にもう頻繁にちゃんと根付いてくれたからもういいかなってことい <laughs> えいえもうなんていうんですかね何回も何回も言うあれでもないかなあ <laughs> そう、はい、なんかもう可愛いレでレッチさんがこうなんかね私にイメージついちゃったからあ,あそうですかうん、そう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 。まあ 言ってほしいください。はい。そして、レナーチャライカッちゃんという方から来てますね。誰でしょうか。エリオさん、山ちゃん、こんばんは。こんばんチーす。<laughs> 困るな、私、今のふり。誰でしょうかって言われた時私知ってるよっていうのを突っ込もうかなと今思いましたけど。うん、あ何またこう、なんかラジオネーム変えて、こうやって、参上なんですよね。あら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 。 なんとまあ。かもう、どうしてもないな。えー、<laughs> はい、工藤さん。はい。伊勢行けるかも楽しみにしておこうということなるほど。はい、伊勢いいんですか名古屋で会いません <laughs> 私、あの、伊勢に、うん、あの、ワークで行くとき、必ず、あの、名古屋の中部国際空港、セントレアで降りるじゃないですか。はいはい、でね、名古屋の駅まで行って、名古屋の駅から、伊勢まで電車で行くんですよ。で、あの、<laughs> ここで喋ったらもう生徒さんにもうもろバレなんですけど、うん、じゃあ、伊勢5時半集合ねって、夕方も5時半集合ねって言うじゃないですか。はい、で、そっからじゃあ夕ご飯食べながらみんな、明日の打ち合わせねって言って、うんうん、居酒屋とかも予約が入って入れてるらしいんですけど、生徒さんたちが。うん、なのに私、いつも伊勢に着くの10時頃なんですよ。<laughs> <ー> <laughs> じゃあ飲めないいいう感じいやもう出来上がってついちゃうというあ,あっちが <laughs> あっちにそっかーだって名古屋のさ途中下車し,したらそこ美味しいもんいっぱいあんだもん<や>無理だわいきましょう <laughs> せめてねはい,はい、えー、続いてタロちゃん来てますのほんやまエリューさん山内さんこんばんは沖縄梅雨明けないなということであ,あはいそうだねタロちゃんお疲れ タちゃん、でも明日か明後日開けるはずよ。ねえ、うん、なんかこの沖縄のさ、梅雨って、開けた瞬間、バーンって暑いよね、うん、暑い、勘弁してーっていう感じだよね、たぶん日明後日じゃないかなと、僕は予想してますけど、<当>はい、曇りのうちなんちゃらになってるけどね、ね曇りだけどね、ねでもなんかね、やっぱこの梅雨前線の影響があるらしいですよ。うん なんか今日の風を見てると、うん、ああ、開けるなって感じの風だったよね。うんうん えそして、レレチさん多分可愛くなくなったんだなってきてますがそんなことはないですよ、全然。じゃあ確認のためちょっとスタジオまで来てください。ああ、そうですね。そうだよ顔見せてないからちょっとね、やっぱり私たちも公共の電波で嘘つけないので確認させてください、可愛さを。ねぇ、楽しみにしてますよ。そうですねえそして、チャラかカちゃん、沖縄は23日か24日。 がえー、梅雨明けするでしょうかっちゃんの予想ということで AKB のねあのー、選挙も流れまして <laughs> あのー、彼も来なかったということなんです、ね、あ何こっちまでも来なかったのあ見たいですよあそう、うん、ふん そうなんだ AKB の総選挙、私、初めて見たのよ。そしたら、やっぱり11位と10位の差は大きいなと思ったのがうな挨拶するじゃないですか、やっぱり言うことが違うなと、何言ってるか分かんないわ、11位とか、何言ってんのっていう感じで。怖い顔してますね あのー、自分の言葉に責任持ってるなって感じがした。10位から、10、9、8、7、7、うん、うん、その辺まで。あとはまあ、どうぞっていう感じで、うん、まあ、こうね、決まったメンバーがいつも通りなんでしょうねっていう感じだったから、でもあの辺の、あのー、やっぱり新潟のね、 リーダーだったりどこのリーダーだっていう人たちがこう出てくるあっやっぱり違うわっていうことも考えてることもしっかりしてるなーって思って、うん、感心させられたなるほどうん恋の子にも感動したけどね新潟のなんかの子にも、うん、努力は報われるでしたっけ、うん、あごめんなさいあ見てないよねあっ見たんですけど、うん、あのその時に子供たちと約束しててその父の日だからっ、うん、あっそうか、うんその 好だったねそうそうワイワイやってたんですよ、うん、それで全然この見てはいるんですけど全然こう聞こえなかったんですよだからこの人たちのスピーチがほとんど入ってきてないですでも見ましたよ一応はねえ、うん、面白かったけどあれなんかかっちゃんの予報で23か24って言うけど今日,何日今日は20日か<日>今週末っていう予想ですねかっちゃんは。うん うんあのー、あのレレッチさんかっちゃん気をつけてね <laughs> あの前もって言うておく怖い顔してるな <laughs> あ本当ト気をつけてね <laughs> あの気をつけてね <laughs> 気をつけるものにもないんじゃないか、ね、<laughs> えなんかあのヤッホーかっちゃんってあの絡んでると調子に乗るじゃんあいつ乗ったらいいと思いましたよそしたらどっかで なんかこうやっていじられキャラの母ちゃんですからねみんなから愛されてるんですよね、まあ可愛らしいということで <laughs> はいはい、はいはい、えそんなこんなであれ実はかわいいん <laughs> まあねいじられるうちが本当花ですよね <laughs> なんか真顔になってるよ。あの、どうなんですかユーストとかツイキャスにあの、山ちゃんの顔は映ってんでしょうかってないでございます。で、でしょだからそういう顔できんだよ。<laughs> 私に怖い顔してるって言うけど、山 <laughs> ちゃんの顔すごいぜ。っ <laughs> て <laughs> なわけで、その、あの、本丸っていうところのね、お休みはちょうど今日火曜日なんですよ。で、5時から一応2時。 ん11時までだったかな営業時間。で、うんうんね、やっぱり週末はかなり前から予約でいっぱいということで。うん、はい。あの、皆さんもしね、土日、土日っていうかね、週末行きたい方は、早めの早めをね、ちょっとね、あのー、あ行きたいなー行くねい,いよい。じゃあ、実は私昨日マッコリ頼んでさ、うん、いや、うま。もう、なんでいや、うまい。はいはいはい。<laughs> また飲みたいなと思いますけどいではもう1箇所ちょっとご紹介しておきたいところがあるんですけどもあ宜野湾市普天間にあの響きっていうあライブハウスがあるんですよライブハウスというかそうライブバーですねでここはあのママとマスターがいてママとマスターがいてだからなんだって感じですけどこのママがまた可愛らしい。 あのー、年齢不調。ほう。うん。か、キュートなのよ。なるほど。うん。いや、なんか、もちろん、こう、は重ねてきてるんだけど、ほんとわかんない。年齢がわかんないぐらいの可愛らしさ。んなんか、ギュッと抱きしめたくなるような可愛らしさがある人で。うん、で、このマスターの方は、また、中尾明にのかっこいいおじさんなんですよ。ダンディーな。ダンディーな。うーダメだ、出ないな。うん。あ、ちょっとダンディーな声だったよ。よかった。そうですよね。うん、やって。 できない。そう、ダンディーな、あの、なんかマスターでしてね。で、ここの、あの、響きっていうのは、以前、あの、スティービーさんも、ま、あの、ライブなさってたところで、で、この、あの、私、最初分かんなかったんですよ、場所が。あの、スティービーさんのちょっと南映線ライブに行こうと思った時に、で、聞いた相手が、あの、 ボスに聞いたんですよ。響きってどこねって。うん、なんで、ここに住んでて名古屋の人に聞くかみたいなね。当然ですね。そんなんで、うん、まあ、スティービーさんにね、また、なんでなって言われて、だって、教えてくれる人に聞かんとわからないしね、とかね。スティービーさんに聞けばいいじゃん。<laughs> ちょっと、ほら、スティービーさん、聞きづらいじゃん。なんで,ですか,かだって私だ、うん、私より、うん私より、言葉が超早いし、うん あのスピードで行くと私何言われてるかよくわかんないんですよ。うもうくる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 って目が回っちゃうというか、慣れるまでに1時間半ぐらいかかるい。うんうん、で、大体いい1時間40分でお別れするので。<laughs> あ、あの人、はい、そうですか。そうでもないですよ。今のは単なるこうね、持っただけで。で、その,あの響きというところで、まあ、 年に4回ぐらい。うんうん、あの、内地から、プロのミュージシャンを呼んでライブするんですよ。ほー、素晴らしい。もちろんその4回以外にも、うん、あの、沖縄のね、いろんなミュージシャンとか、もうその都度いろんな方たちがライブをしてて、はいはいはい。まあ、本当に生歌を聴きたいときは、問い合わせて、いつライブありますかっていうのが、うん、あベストかなと思うんですけど、うんうん、で、ここのね、響きは、月目が休みなの。うん。 で、結構早い時間帯から空いてんだよ。バーなのに。5時から。えぇ、ー、早っ。<laughs> そう、5時から12時まで。うんうん、んでも、時として、時として、はい、あのー、それ以降も空いてる場合があるという。うはい。あの、お行儀のいいお客さんだったらね。 お付き合いしてくれるそうですよ。なるほど。はい。で、なんかもう、あの、カラオケなんかも楽しめちゃったりして、で、もちろん、あの、このステージの方に行って歌いたい人はもちろんどうぞと。はいはい。はい。でね、あの、なんとこの巡り合わせ、6月21日水曜日明日なんですよ。えっと、星文明さん。星文明さん。はい。はい、流星ツアー沖縄編っていうね。 はい、柳雪ははい、えっ、ー、となんかこう知る人ぞ知るなんか私ちょっと名前と曲が一致しないので、うん、うまくあのー、紹介できないんですけどはいでもなんか結構有名な方らしくってへ<ー>そうでねライブは面白いんですよこれ八、うん、時くらいからって書いてあるんですよさすがいいですね <laughs> こういうの大好きです <laughs> ねだからもし八時くらい八時にお客さんが半分ぐらいだったら八時十分とか から始まっちゃったりすするる場合もあるんですけどちょっとこの人の、あのー、なんかね、あのー、紹介が書いてあるんでちょっと山ちゃんに読んでもらっていいですかねはい、はいはい、お願いします、えー、変色チューニングのアコースティックギターを奏で卓越されたギターテクニックとボーカルインストルメンタルの世界観と力強くも優しい歌に多くの人が心を奪われていく石田長生か のオープニングアクトや GAO のサポートギタリストとしてライブやツアーにも参加ああアコースティックソロギターの全国ファイナル出場その他レコーディングやレッスンなどなどを行っているというこの星文明さんでございますねもし時間っていうかね都合がいい人、うんうん、もしくは 都合が合わせらられる人言ってみたいいいんじゃななのかな結構ねあの機材もすごいのよあそこの<ー>あのミキサーとかもいいよいい音出すわけ<ー>うんなんかそんじょそこらのあのなんだろうスタジオなんかよりいいもの入れてんじゃないかなっていうぐらいマイクの音もよくって<ー>あのねうわーってこう聞いて 聞いいたぞというか、うん、なんかこう全身で聞いたぞみたいなんそんな感じのあの音の広がりがありますね。もうぜひぜひで結構ねあの普通そういうとこってチャージあるじゃない、うん、ないのよ<お>もうドリンクドリンクのもうストレートにそのドリンクの値段でカラオケ1曲100円みたいな。あ<は>うん だから、カラオケ歌いたい人は、もう、ここの目、の前になんかココナッツの皿みたいなのが出てきて、うん、そこにチャリチャリって入れておけば、カラオケそう。一、うん、曲歌うごとに、そっからママがピッて取って、入ってほうぞ、みたいな。なるほど。うん。いいですね。そう。うん、いいんだな。これが、もう、いろんなの系統の音楽ね、ライブしますんで、うん、ぜひ皆さん、うん 足を運んでみたらいかがでしょうかきっと心奪われますよ。高松まりさん、ジャズ系って来てますけど、多分フォーク系かなあ、今回はそうですね。フォ、うん、ークかもしれないな。いジャズ好きよ、私も。前、あの、那覇の泉崎でしたっけあそこにグーワっていうお店があって。ねうんうん、で、ね。今でもあるか。あの、移動したんじゃないかな。 お父さんがっていうか、なくなっちゃって、水い臓で、とても可愛がってもらっててね、そ<う>そうで息子さんだけになって、場所移動したような、移転したような話聞きましたね、とってもいい方でしたね、もうピアノがすごかった、あの方の。うん ヤラフミさんの、あのー、そうそうそうヤラフミさんでしょそううんうんうん本当なんかこうあの人いい千、ねえー、人みたいな、ね、そうとってもあったかい人でね、うん、あのまだこっちになんかあの住んでなくて行ったり来たりしてる時に必ず来たらその日顔出すとお、うん、であのー、だいたいもういろんなみんなとのお付き合いが終わったら必ず行くとかうん、ご飯食べに行ったりとかなるほど好きでしたねあの場所ははい てな感じですかはい、はい、コメントいきますかコメント結構きてますねえっとねはい、はいえー、ちゃんおかさんエリューさんの怖い顔ということでてんてんてん、えー、カメラの位置が悪いだけだよ全然違うとってもいい顔してる <laughs> 怖かったです <laughs> ちゃらや、えー、かちゃん読むか、えー、AKB 選挙で、はいえー、結婚宣言した,いした子がいたなということで あああ言ってたねな,なんかあれどうオチがつくんでしょうかねどうオチあのどんな風なあれはじゃああなたはやめて結婚してくださいになるのか、うん、それとも結婚はやっぱりトイレやめてここの規則に従ってあいやもうやめるんじゃないですか辞めんの、うん、なんかもったいなくない二十歳ぐらいで結婚してさまあねねえ あの、でも、二十歳ぐらいの時って、結婚がもう、ぐんって一回強くなるよね。ああ、なんか、結婚したいな、とか。<ー>うん 女性はそううななななのかみ、ねうん、みんながみんがじゃないと思うよ私はなんか家庭に収まりたい人だったから、うんうん、でも周りの評価は家庭に収まるタイプではないよねっていうう,ーん,うーんってそんな感じしますよね見た目じゃなくてだってばあだから見た目じゃないですよ <laughs> あれ向こうは <laughs> 帰って怖いじゃない <laughs>、はい、どうしようちゃん岡さん山内さん勝也を締めるということで。<laughs> はい そうです、来たらギュッとしたいと思います。ギュッ、抱きしめるのかなそうですよ、もちろん。えチェラエカちゃんがね、メガネかちゃったらわって来てます誰に言ってんの僕に。うふん。知らんよ。さあ、えっと、高松まりさん、ジャズピアノ弾いてるだけでほぼ惚れるということで。ほんとだよね。かっこいいですよね。ね。あのー。 あの渡辺貞さん、うん、あの前も前回も言ったかもしれないけどもあの,あの方がツアーやるとだいたい4月の2週目あたり10日前後ぐらいであの仙台のファイナルというか最終日になるんですよ。うん、それが終わると岩手県の一ノ関っていうところで、うんあのー、ライブを 2days でやるんですけど、はい、ライブハウスで。うん、でここでもうだいたいほとんどの人がもう2日続けていくんですけど、うん、もう膝がくっ つくようなぐらいの距離で、サダオさんが演奏する。うん、もう素敵。なるほど。ーもう、うっさ溶けちゃいそうっていうぐらい、ああ、うん、思い出しちゃった。それぐらいいいわけ。はい。でも、ジャズ好きな人ってきっとそうだと思うよ。どういうことあの、なんかもう、溶けちゃいそうみたいな。なるほど、うん。きっとそうですよね。あの、高松マリーさんね。 ジャズ好きなな人ってそんな感じしま溶、ね、溶けちゃう溶けちちゃゃううるほど、うん、いいっすねでだからきっとあのダンディーな人が好きなのかもしれないなるほどうんでも私ごめんだけどジャズ好きな男の人とかジャズやってるサダオさん以外の男の人はあんまり好きじゃないん<ー>なんかねなんかこう危険な香りをううあの醸し出してるじゃない ジャズやってる人うん。こう黒のタートル着て、うん、あの私たちから見るジャズメンていうかこの上の年代層の人たちっていうのは大体同じような格好をして同じような雰囲気でまっすぐこう向き合わないでなんかこう語るみたいなほ、はい、ほうほう、うん。私嫌いなのそういう人。<laughs> なるほど。 まあそんな感じです高松まりさんそこ,そ,そこがいいんじゃない,い大人ですね高松まりさんごめんなさいお子ちゃんまで、えー、コレキオさんも来てます、はい、テイクファイブ好きっていうことでテイクファイブ、ね、好き好き好きいいよねなんかこうオープニングトークがここまで伸びるとは思いませんでしたけど30分ねちょっと今日なんかオープニングトークつまんないですか <laughs> 何をおっしゃってるんですか <laughs> ハゲでも好き。<laughs> 好きな、好きになった人はハゲでもデブでもチビでもガリでも好きなのかもしれませんよ。あの、あれなんですよ。えー、っとね、うん、そんなエリュさんにおすすめなのが、<何>そのおじいちゃんたちのビッグバンドがあるんですよ、<laughs> この人たちは本当にいるくていいっすよ。でもね、うん、弾く曲はかっこいいわけえ、ちょっとどこでやるのあれね、那覇の、なんとかな、那覇うん、忘れちゃった。後でね。 あと <laughs> でねって言って、あとがあった試しがないじゃないか、山内長 <laughs> <laughs> 調べ,調べておきます、絶対だよ、絶対だよ、うかなううまあまあ、そこで週一やってるので、ちょっと通いましょうかね、火曜日じゃないことお願います、はい、火曜日だったはず。 一回ね、FM 着のあの子の開局パーティーの時に来てもらったんですようんうわすごいかっこよかったですよそ,そんなーあのほんと力が抜けてる感じあーいいねー、うん、いいねーえっと楽、楽譜とか飛ばされて、うん、倒れたりしても全然もう胃に返さずなん<あ>で楽譜あるんやねんみたいな <laughs> いいなすよでもかっこいいいいよね、うんあの、私もジャズにこうぐっとのめり込んだときにあのウッドベースやりたくて、でもあのやっぱり大変じゃない、あれ運んで習いに行くっていうのが、うん、<laughs> どうしようかなってその頃アストロを運転してたんだけども、うん、アストロ、うんく、仙台までな行くのもちょっとなって思ったときに、うん、あれだったのが。あの どうしても仕事から葬儀屋さんとかがうちに出入りしてるので、ほうほう葬儀屋さんにねえねえ、週2回仙台まであのウッドベースで運んでくれないっていう、はい、ねそんな搬送車で行こうとした私ですが、みんなに止められ、計画だ俺という、ね。そ,そ,うそんな感じでございましたよ。そんな感じでございます。はい,はい。あ、いいな。じゃあ、テーマいきますか。はい

ままでで、行きますかね使いいいいののるるもあれな、けけそれとも後半、8時以降ので使うテイクで、はあ、ジャズだぜジャズ。<laughs> いやあ、懐かしいですね、この森高千里の雨。はい。ねはい。<え>はい、なんかこう、好きな人を思いながら、うん、なんか叶わない、届かない思いを、なんか雨と一緒に、みたいなね。なるほど。切ない。<っ>全然興味ないでしょ。今。なるほど。もう <laughs> <laughs> <laughs>。大変なんですよ。<laughs> でも大変だからお願いして、ね、<laughs> あの、これって私、高校ぐらいの時かな。うん,うん。森高千里っていうと。 好きだったな今も変わらないですね、全然。そうっすか。うん、あんまり見たことがない。なんか、うん、あのままで終わってほしかったな。だけどういうこと。あの、なんかこう、こう、年を重ねた雰囲気で、はい、あの、アイドルたちにも出てきてほしいなって、年取っても、なんかまたそれが魅力になってたりする人って素敵だなと思って。はいはいはい。 で、今また出てきて素敵って思ったのが早見優。結構何年も前から早見優出てきてるけどあの以前よりまして素敵な女性だったなと思ってそういいなと思いましたすてきな結婚生活を送ってるんでしょうね早見優さん。ってなわけで今日のテーマ「一難さてまた一難」。はいねん皆さ 今日のテーマ、知ってました、まあそうですねちょっとフェ e スブックの方でつながってない方はちょっと出てなかったかなと思うんですけど、うん、そうなのよこの頃 f フェ e スブックであのなんかあのコミットしないんだよねギノワンのあれと、うん、なんでだろうあれわかんないよねねえどうしちゃ、うん、ったんだろうねくたびれたのかなまあね、うん、私のは入ってないのかな登録されてないのかなどうしたんだろうね <laughs> 今度見て。 前も見たじゃないですか。そうだよね。どうすんの？わ <laughs> かんないあれ。わ <laughs> かんないで処理されてしまう理由でございますが、<laughs> えとここからテーマでいきたいわけで、はい、ここから皆さんあのですねコメントツイキャスメールどんどんお寄せいただいてくれたらなんと嬉しいと思いますが、えーとメールアドレス。はい、えー。メールアドレスが七九七アットマーク fm ぎの one ドットコム七九七アットマーク fm ぎの one ドットコムでございます。はい。 えー、そして FM 技能案ではツイキャストユーストリームもネット配信しております <laughs> FM 技能案のホームページ検索していただくと簡単に見ることができそして気軽に参加することができますので皆さんぜひぜひ、えー、テーマそった、えー、コメントなどなどで参加して楽しんでください一緒にね作り上げていきましょう、はい、はいはいはい 溢れ出していきたいと思いますが、うん、ところで一難さって一また一難、はい、なんか一個のことが片付いたらまたやってくる、うん、またこれ片付いたらまたやってくるみたいなはいどうもう会社やってたらその連続ですよねはぁ、あうん、会社やってなくてもその連続ですねあ、そうですかねえ、うん、でもなんだろうな前ほど慌てなくなったな何が来てもうんまあ怖い って思うこともあるけどね。怖いって思うことがあったら警察に電話するみたいな。あ、そういう怖い？そう。うんそうなんだ。うん。いやー、なんかまあこれでは落ち着かないだろうなと思ってたらやっぱり案の定、うん、実は先週のね木曜日、うん、仕事中に、はい、あのー、ちょっと怖いことが起きて、うん、あのなんだこう。 インターホンになったわけ。もうばらしちゃうんだけど、もちろん名前は言わないけどさ、インターホンになったら画面に映ってないわけ。で、普通だったら、映る位置に人はいるじゃない。はいはいはい。だから、そう、いないから、あこれは変だなと。で、これは普通じゃないよねって、ちょうどそのにきに来てくれてたクライアントと話になって。じゃあ どこのタイミングかできっと出るだろうとで iPad 準備して動画の証拠を撮るための準備は OK でこうインターホン越しにずっとしたらやっぱり出てきて映って20分ぐらいずっとどん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 とかピンポンとか怖いねそうポストのとことかはいはい一応知り合いなんですかそうへえ怖っ怖っって思ってそこで自治会長と ちょっといつもなんかいろいろ助けてくれる人がいて、うん、その二人に連絡して昨日湾警察署に電話して来てもらって怖いすね、本当にあのなんかねもう目が変だった、えー、そのインターホンで見える表情とかも怖かった、えーうん、だからもう怖いなと。 女性はねね気をつけないとでも今の世の中って女の人だけじゃないんじゃないそういう恐怖を味わってんのそうななのかなだってストーカーとかって、うん、あの女の人ばっかりストーカーに会うわけじゃないじゃないあまあねそのうちなんかあの私じゃなくて、うん、あの他の例えばねすごい表になる方なんか、うん、ストーカー集団に何かね かけされれるもしないね集団だったら怖いですね怖いよね一人でも怖いのにねですねちょっと皆さんなんかそういうその系統じゃなくてもね一難去ってまた一難例えば今なんか梅雨時期じゃないすごい雨降ってて傘さしてんのにああって思ってあもうちょっと雨もやんだしって傘閉じたらさ車が通ってずぶ濡れになったりとか何なんだよっていうようなこともあるしね。はははいいい もう例えてユうトって言うけど、ほとんど私、実話ですからね。ついてないね。<laughs> ねえ、名前一万よって、言えないよね。うん、<laughs> それはまずいですよいいそう この間ねで私、ちょっと珍しく、はい、あまりこうフェイスブックに腹立ったとか、うん、ふざけるなとかっていうのを載せないんだけど、うん、あまりにももちろんそのことだけじゃなかったんだけども、うん、あまりにもあまりにもっていうことが本当に一難去る前にまた一難、はい、また一難みたいにこう、うん、本当にドミノ倒しのようにね、うん、来て誰だ、このドミノをこう一発目倒した誰だって言いたくなるぐらい、うん、続いちゃって。うんうん であまりにも据えかねてフェイスブックに腹立ったっていうのをアップしたんですよで多分明日の朝になってこれをまた読んでね、うん、後悔するかもしれないとでもごめんなさい、うん、ほんと腹立ちましたみたいなのを、うん、こんなことがあったこんなことがあったこんなことがあったっていうのを2か所ぐらいにアップして、はい、そしたらやっぱりあのその気持ちはわかるけど。うん あのー、もう動画ものを押してやりたいぐらい腹立ったっていうのも、はい、言葉でね、うん、アップしたわけですしたらいやいやいやだろうけど気持ちはわかるけどそれはやんない方がいいよって、うん、はいそう思いますって言って、うん、あとその投稿も削除してだから 10, 10時間ぐらいのアップでしたね。うんうん、まあそれでなんかちょっと すっきりはしないけど逆になんかやっぱりこう怒りたいぶちまけていい怒りとそうじゃない怒りってあるなと、うん、<laughs> そうじゃない怒りって何ですかなんかね私こう例えばちょっとねってこう面と向かって例えば山ちゃんに対して何かあるとで山ちゃんに対して直接あのさっていう怒りは OK だけどそれを他でなんかこの。 わーって言っちゃうのはやっぱり私自分に合わないわと思ったまあ別に山ちゃんのことあげてないよはい、はい、そんなんじゃないんだけど、うん、今ちょうどここにいるから、うん、こうみんなにも伝わりやすく言ったんだけど、うん、そうだね私はやっぱり何かあったら直接本人に、うん、あのこれを私は嫌だったとか怒ってるっていうのは OK だけど他の人に言っても解決しない、うん、し後味が悪い、うんうん、っていうのが私のパターンかな。うんうん そんな感じ、ねはい、山ちゃんはどんな、まあ、仕事始めたらね一難去ってまた一難来ますけどねなんて言ってたけどそうっすね、うん、最近もありましたし、うん、やっと落ち着いたかなと思ったらまた問題が発生したりね、うん、これはもう常でしょうね世の常ってやつねじゃないですかね,ね本当に私さ世の常っていえばさ世の常さんっていう人がいるんだと思ってた、うん 中これは関係ない話でよろしいですかそうって関係ないん <laughs> 中学校ぐらいにそう思ってたというね <laughs> なるほどそうだそうです <laughs> 皆さんなんかこういう勘違いないうんないっす そのうち思い出すわよ。<laughs> そう全く覚えてないっていうねい。もう嬉しいですね。皆さんからのコインがあの届いてるおかげで番組は切れることなく続いているという。ね。お、そ、ね、ありがとうございます。どうぞ2時間目も投入の方よろしくお願いいたします。はいはい。あ、でもあの、あれ、メール来てるって言ったの、うん、誰から来てんだっけえー、ツカピーから来ております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ツカピーのメールいっちゃおう,うわ。うわっ。 どうした虫虫,虫つぶした変な匂いするなと思ったらえいきますこんばんはエリュさん山内さんはいこんばんは火曜日のこの時時間が癒される沖きなしのつかぴーですあもう嬉しいねそんなふうに言ってくれたらねお前どこでも言ってんだろって言いたくなるけどありがとういやつかぴーは言ってないっすよなんかつかぴーってさ、うん、かわいいよねうんなんかかわいいけどこの頃なんかかっこよくなってないつかぴー、うん なんかこの頃なんかね目力もしっかりしてきて、うん、かっこよくなってるなーって思うなんかやっぱ乗り越えた自信みたいなのがついたんですかね,ねなんか今までと違うよねうん、うん、雰囲気、うん、いいなーなんかちょっとこういい男にこう成長してきてるというかなんか動じない雰囲気が出てきましたねそうそうそうねえ、うん、いいね、うん いいですよいいですよスかっぴー、はいえー、最近雨がありなかなか自宅から外に出ることができませんが、はい、雨音を感じてゆったりな日々を過ごしています、はい、今日のテーマ一難去ってまた一難手術後落ち着いたかなって思ったけど体の縫い目がヒリヒリ痛み耐えられなく、うんえー、1週間ぐらい痛み止めを 服用して過ごしていました。はい、エリュさん、いつも癒しの声、言葉、ありがとうございます。最近、自宅から出てませんが、い,いろんなことを感じていますよ。今週も始まったばかり。よろしくお願いしますということで、よろしくね。なんか、うん、嬉しいね。こんな風に言われたらね。うん、ああ、もう本当よしよしって、なんかお互い頑張っていこうぜ。つかピーって感じになるよね。はい、本当。 でも雨続いてるとやっぱりさ湿度も高いと、うん、だるくなるよね、うん、心も体も。うんうん でもさ、取りようによったら、私思うんだけど、あの、晴れた日は、うん、家中掃除して洗濯してスッキリするじゃないはいはい。逆に、雨の日って私は、なんかそんな急いで、いろんなことやんなくていいよって言われてる気がするわけ。ね。急いで洗濯したり、急いで掃除機かけたりしないで、ちょっといつもと違う部分で、うん、あの、時間を使ってみるというか、私ね、なんか雨だったり曇りだったりすると、うん、ミルクティーが飲みたくなるわけ。 ほらおしゃれですね。レゲエとか聴きながら、おしゃれですね。すねなんかこうだいたい午前中一時間一時間半二時間まではしないけど雨の日はだいたいそれをやってから動くというか踊ってるんですか？踊ってはいない。<laughs> <laughs> 踊ってはいない。踊ってはいない <laughs> <laughs>。 ちょっと踊ってみようかな、この連携でね。いいかもね、なんかいいことをもらって。いいっね、なんかちょっと違うような気がするすまあそんな感じでね。でも分かります、そのの、うん、なんていうの仕事はゆっくりでいいかなっていう感覚はありますよね。うんうんでね 今朝ちょっとあの、アメリカのね、あの、そちらの方に住んでいる、あの、沖縄出身のお友達がいるんですけど、で、あの、私よりはもうちょっと年を重ねた方なんですけど、私もこの方がちょっといちょっとだてな何だ、何がちょっとだみたいな。あの、好きなんですけどね。はいはいはい。で、あの、いつかね、こっちに帰ってきた時もう一晩中4択したいですね、なんて言ってるんだけど、いや、こっちは雨がすごくて、いや、そういう時は、じゃあ今度、本当に会える時に、 あのゆっくりもうゆんたくしながらもうこうね愚痴をいっぱいもう全部出しちゃってそれをこの雨で洗い流しましょうねっていう話をした時にそうか雨の時はそういう心に溜まったものをね出して洗い流す気なんだなって思ったらそっか晴れた日と 雨の日っていうか曇りの日は洗い流すもんが違うんだって思ったらもっと雨の日が好きになって<う>まだ梅雨明けなくてもいいけどなって私は皆さんごめんねだけど思っちゃった捉え方っちゅうやつですかそうそうな、ね、なんか思ったなうん、うん、って感じだったなるほどうんいいですねうんそうあこの歌好きなのよ歌で光る <laughs> 花束を君にだった 真夏の通りやめて,くてうあごめん間違った、うんこれ「花束を君には NHK の朝ドラか」かこれ同じアルバムに入ってんのよ4曲目か6曲目になるほど、うん、そういい歌だなだめ <laughs> だなこっちに聞き入っちゃいそうなので気をつけます <laughs> やめてください、はい、えっとコメントも来てます「今晩は沖縄23日ぐらいに梅雨明け関東はこれから梅雨入りですね」ということで。 あれもう梅雨してるって聞いたけど関東はまだなんですね。ねうん。なんかすごいあっちの方暑いみたいよね。うん。あですね。なんかニュースなってたね。ねえ。うわ嫌だな。あの長野から来た小学生たちが沖縄涼しいって言ってたんですよ。去年一昨年ぐらい。もうこれは大丈夫かなって感じですね。長野ですよ。しかも。 都会じゃないよ田舎だよ長野だって宮城より沖縄の方涼しいからえそうなんだ大変もうどうするね内地が危ないですよ危ないよねだって兵庫凧が東京はね見つかったっていうんだよありえんでしょ分かんないわおい何ですか兵庫凧はあれですか沖縄とか亜熱帯地方というかそういういつでも温暖な あったかい海にいる紫にふうっとこう色が変わったりするタコがいるんだけどうそれが、うん、もうあんな内地のあんなもうあっちの方にまで行っちゃうなんて怖いよね。大変ですよね本当に、はあ、そのうち小舞台もあっ町で泳ぐようになるんじゃない、ね、舞台とか ね、恐ろしい全然頭に入ってないでしょ, <laughs> ょ <laughs> どうするニモがさしい <laughs> ニモが東京湾とかにぴょんって飛んで、うん、あれ,ーれ,ーれーって感じ黒潮に乗ってニモがやってきたよとか、うん、あのー、ねいろいろなったらどうするニモはその辺にはいないんですか <laughs> いないよこっちの方だけええー、うんそうなんだね、うん <laughs> えーま、ね、高松マリさん私も雨の日は仕事しない、はいうん、なんか私高松マリさんちょっと気になるのタロちゃん、うんえー、関東は梅雨入りしたよーんってことで泣いてますねあーそっか、うん、雨降ってんのかななんかね空梅雨って言ってましたよあーこれから降るのかなどうなのかな空、うん、梅雨もちょっと怖いよねやっぱりねだから僕この 1週間ぐらい今雨続いてるじゃないですかそれはちょっとホッとしてたんですよ私もホッとしただってあのまんま行ったらこの夏大変だよ沖縄それになんて言うんですかね異常な気象は嫌だって思っていてそうだからやっぱね季節は正しくあってほしいなとそう人の心もねほんと思うわおいいよ揺れ動いてもいいから戻る場所に戻ってほしいおっどういうこと なんかさごめんね変な変な不りいやいいですよ今の「愛の手」最高何かこうんだろうなあるべきところにあるが一番美しいと私は思ってるというか適材適所じゃないけれどやっぱりその人に合った場所ってあるじゃないだからなんかこうまあね多く今は語れませんが合わもんは合わんのですよ なるほど。うん、ただその自分がじゃどこの適材に適所してるかっていうのは、うん、なかなかこうわかる人分からない人いて分からない人も結構多いかなと思うんですよね。そうだよね。うん、多いからあちこっちつまみうして歩ったり、うん、自分のなんかこう自分のこんなのが嫌いあんなのが嫌いあの人のこんなところが好きって見えちゃったりするんだろうね。うん、きっと自分のなんか立ち位置だったり自分の良さを知ってたら。うん そんなことはないもんね。んこれはじゃあ2時間目のちょっとね、十分、8時10分15分あたりから話しましょうかね。はいうん、だって、一難差って、また一難、全然話出てませんからね。<laughs> <laughs> そうですね。そう、うん。まだね、一難差ってまた一難ならいいわけよ。一個片付いてからまたって。 あの私さ前ちょっと知り合いに言ったことあるんだけどもうほんと次から次と困るわーってやっと片づいたと思うのにまただしって言ったら、うん、いやいや一個片づいてまた来るっていうのは素晴らしいと、うんうん、それがまとまってきたらどうするのって言われたことがあるわけ、うん、いいタイミングをできてるんだよって言われたらね、うんうん、そっか確かにそうだよなって思ったんだけど、うん、そう言った後から、うん、まとめて。 来るよううになっっちゃったそ,うそうまとめても来るんですよこれはあの怒涛のごとくというかうん、うん、雪崩のように、うん、で止まることを知らない雪崩なのよ今うんどうしたってどっからこの雪は、うん、降り積もった雪は湧いてくるのっていうぐらいうん、うん、強烈な雪崩でねはい僕の知ってる人はですねこのトラブルメーカーでもあるんですけどはい だからか知らないけどトラブルにも見舞われやすいんですよ、うん、ああやっぱりトラブル起こすからそこにこうわか,かんないだから、うん、そうなのかなと思ってこの人見てたらもうね割とトゲトゲしてていつもこう<ー>どっかに何かこうやってる人なんだけど、うんうん、だから自分もこねてトラブルも起こすし、うん、でも、うん、本当に「あなたすごいね」っていうぐらいなんかすごいことに巻き込まれたり。 あのーまあ、警察に厄介になるような、ね、<laughs> ことに巻き込まれたりもしてるので <laughs> <お>やっぱそういうこの何かしらあるのかいなと思いましたけど、うん、やっぱりトゲがあったらそこにトゲってフックだからそこに引っかかってくるもんねいろんなものが、うん、そうなのかなあ、うん、私トゲないでしょ沈黙わ <laughs> かんない <laughs> わかんないって言うときはそうだよって言ってる感じですよ <laughs> 皆さんに質問したいと思います私の言葉にトゲはないよね <laughs> あの返事とかコメントはイエスかはいでお願いしますはいないよねないよね <laughs> はいかイエスしかイエスで答えてください <laughs> はいかイエスはいかイエスしかないの <laughs> そうだよじゃあはい <laughs> <laughs> えーとリスナーの皆さんのお返事をお待ちしております <laughs> ほら、<laughs> レレッチさんも、はいいな、い <laughs> ですいや、私、トゲない人だと思うよすごいね、本気で言ってるうん <laughs> 結構ね、毎週のように僕はトゲを感じてますう,っーうんそうほ本気。マジでマジで。 一難た去ってまた一難は引っかき傷だらけってことああでもねそこまでではないですよもちろんなんか可愛らしいミツバチマーヤのようなトゲチクッて <laughs> <ッ>、うんまあ、いやそれだからその本当にこう、うん、その引き寄せる人はもっともっとガーってやってるはずなんですよだけど エルさんはまあそこまでじゃない気はしますでもわかんないけどね <laughs> 何<の>そこでわかんないって言うか <laughs> ちうちう僕がほらこんねって言うのもあれだけど、うん、っていうことでわかんないって今言ったんですけど、うんうん、そこまでトゲまぁ、あうん、毎週ね、えー、トゲはこうチクチクやってはいるんですけど、うん、そこまでのこの深いあれではないって感じが、うん、あそう私、うん、トゲまあ毒吐いたりはするけどわざと、うん 毒吐いたりはわざとするけど、あのー、ちゃんとすぐその後にあのに毒消しも注入してるかなって感じはするんだよねしてないだから AKB いなくなったのかなそうです <laughs> 私が言ってからじゃないでしょ山ちゃんが言ってから AKB かっちゃんがいなくなったんじゃないのまあしょうがないですよ <laughs> ほらクールに言っちゃうから <laughs> おいでねまた。 はい、えー、シュプレームさん、はい、ただいま山内氏の調教の様子をお送りしています。<laughs> あ、こんばんはって <laughs> ことだ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はじめましてこの。エレさんもしかしてはじめましてこの。ね、あ、違うかな。シュプレームさんはね、うん、あの最近ギノワンによく遊びに来てくれてるんですよ。す嬉しいですね。はい、あのどうぞ末長いお付き合いよろしくお願いいたします。ぜひぜひ。はい。 えっとメールも来ております。はい、よろしくお願いします。はい、ってまた一何ということで、あのレレチさん、ありがとうございます。ああ、ありがとえりゅうさん山内さんこんばんは。レレチだよはい、今日もお疲れ様です。はい、お疲れ様です。やっぱりえりゅうさんのラジオ大好きだ。いやもうもう一回言って。やっぱりえりゅうさんのラジオ大好きだ。よし。 1、えー、一年去ってまた一年、はい、1年ここ1ヶ月がまさにそれでしたあそういう時なんだなきっとみんなはい人運陣営になってしまい体調不良で病院に通っていたのですが、はい、やっと完治したと思ったらその病院の帰り道での出来事、うん、滑って全体上をお尻で受けてしまいかなりの激痛だったんですがただの打ち身かなとほっといたら、うん 数時間後動けないほどの痛みになり病院に行こうってなったんですがその時タイミング悪くお母さんが妹の面談のため大阪に行ってて仕方なく急遽パパに病院に連れて行ってもらいましたはいこの年でパパと病院しかも病院での結果が骨盤にひび <laughs> あ<ー>情けないのと恥ずかしいので半泣きでした しばらく不自由な生活でさんざんみんなにダサいとバカにされたけどやっと来週から仕事復帰できそうですわーいほんとつらい1か月でしたかるということきついねあ,あ来週からなんですね厳しいね、はあ、じゃああの何ケーキ買いに行ってもいないのあいないんですねえー、どうする行くねどうするレレチーなかったら行かなくてもいいかな,なんか楽しいのよね、うん、嬉しいのよねやっぱり行って、うんうん あのねあの二人がいるとテンション上がるんだよねそう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 なんかケーキ買って選んで買ってる時間よりも喋ってる時間が長いとありえるケーキ屋さんで僕でもあっち一回行ったんですけどそんな喋れる雰囲気じゃないのよしれる雰囲気ではないのよちょっと高級感漂うなんかちょっとねホテルのラウンジっぽいそそううなんか変なでしたねなんかこう 結構好きであの雰囲気がそうだからまあ喋っちゃうんだなみたいなうんそうそんな感じいいっすねはい続いてはい続いて太郎ちゃんはいのほうエリオさん山内さんリスナーの皆さんこんばんははいこんばんは夏沖縄へ行けなくてもやもや爆発しそうな太郎ケですうんやっぱりそういう時は思い切ってくるしかないんだよねたらいいよ飲もうぜさあ一菜去ってまた一菜以前新宿の 沖縄のイベントに参加したら酔っ払った人妻女性から逆難される、うん、え待って待ってもう一回もう一回理解できなかったなんかびっくりすぎて新宿の沖縄のイベントに参加したら酔っ払った人妻女性から逆難されたうわ、はい、っこ中間でされたうわっえどこにほっぺにわかんない<ぁ>ええー、嫁さんしばらく自分から離れなくなった ここのことが起きてねあーだよね一緒,で一緒だったのよ見てる前でそんなことされたのそうなんじゃないえショック私だったら立ち直れないなすごいねついこの前も池袋のえー、沖縄のイベントに参加してたらバツイチ女性から逆男なんかここ太郎ちゃんかわいいもんねうん この後どうなったかは酔いすぎててよく覚えてない。いやだ、その思わせぶりなコメント。やだ、やだ。嫁さんには浮気を疑われ、くっついて離れない。飛んだ災難だ、ということだよ。 なんでとんだ災難じゃないじゃんそれだけ奥さんは今も直太郎ちゃんのことを愛してるってことじゃないそうですよねえ、うん、何が災難なんだあそういう,こう奥さんを不安にさせてしまうような出来事があって災難ってことかなあと奥さんがね,ねずっとこういるっていうのもね災難なんじゃないですか あ、そうなの分かんないけどそういう意味じゃないの違<ー>うかなどうねみんなリスナーの皆さんこう奥さんとか彼女に「ああ一緒にいたい会いたい会いたい」って言われたらうっとうしいのそれとも嬉しいどうぞ今日コメントなさってる方全員コメント返してくださいだそうですよはいえー、コメントも来ております、うん、レレッチさんうん今週いっぱいはいないですよあらまそっかエリエさん毎回ずっと喋ってる あ、タロちゃんも来てます嫁さんくっついて離れないのは幸せだよねえ、そうよね嬉しいよね、タロちゃんそういうタロちゃん好きちゃんおかさん、私には逆難ありません来るのは親父だけですそうちゃん岡さんとかやっぱ怖いからないんじゃないですかそうかな、逆難っていうよりも私が見てる限りはなんかこう、みんなやっぱり寄ってくるようん うんなんかこう「ああ」みたいななんか「よしよしよし」みたいな。もてもてですな。うん。あの男性女性関係なく、うん、みんな寄ってくる。う,ーんうん。面倒見いいしなんか包み込むし、うん、あのすごい。あなたに答えられないことあるんですかっていうぐらい。うん,うん。そんな感じの人びっくりした。 いいでうんいいですねこの人さ僕にしょっちゅう飲め飲め言うんですよあーそう、うん、こんな時は飲みに行ってくださいってしょっちゅう言うんですよあの無責任だからやめといた方がいいよ <laughs> それをね最近楽しむようになってきてた <laughs> いい加減にしてくださいね <laughs> <laughs> 人が落ちていくのを見たいんじゃない <laughs> <laughs> ごめん嘘そ、ね、そんな人じゃないですよたぶん高松まりさん、はい、そういう男を小さくする女にはなりたくないなあということで高松まりりさん僕ねごめんなさい男と思ってたわえ私女の人だと思う女性だったのそういう男を小さくする女にはなりたくないくな待てそういう男を小さくする 女にはななりたくないで、ねえっと、うん女の人だと思うでそんな小さくするっていうのは男を<う>、うん、あぎゅーってあのなんかこうか萎縮しちゃう感じっずっとこうそば<あ>にいたりして、うん、要するに束縛ということですかねああそうなんだ、うん、なるほど私はどっちかっていうとあのお家の中にいるときはずっと一緒 で、うん、じゃあって出た瞬間はもう見ないように聞かないようにしてるそれがどういうことですか<と>うんとあの何だろう自分の意識から消す考えたくない何やってるとかにやってるとかどんなとかはははいはいはい、はいうん、そううん、うん、裏切られ続けて何十年そうなんだ <laughs> 大変な、ね、だからね恋愛はしたくないわけうん,うん裏切れない人がいますよああそうねそういう人と出会いたいもんですようんはいえー、高松麻里さん仕事中に会いたいということでお仕事中にもじゃあ会いたいっていうことですかねうんと彼と,彼とってこと、うん、おお確かになんかそうね私どうかなー どうかな仕事中はでも見た方が良くないですか僕は、うん、女性が、うん、あ彼女とかの仕事してるところは見たいですね。うん、あなんかほら普段とのあれがあるじゃないですかうん、うん、違いがそしたらまたね惚れ直すじゃないけどなるほど、うん、なるほどねなんか私は何だろうあんまり語りたくない <laughs> <laughs>、はい だそうですよなんかいろいろさ <laughs> いろいろあったあったあったもうなんか人間不信になっちゃうというか男性不信だね <laughs> だまずいね私リスナーさん男性多いのにごめんなさい本当ですよ <laughs> そばにいるのもるあそうだ山ちゃんも男かえっとですねはいスプレームさん、はい、サゲマンみたいなってきてますねうん私 んじゃなくて、そのまあそういうふうにはなりたくないっていう、私はあのー、まだ結婚もしてない頃に19ぐらい、違うな、19、20、21、22 21、22の時にあのす,すごい有名なじゅ神社の、うん、あの神、ー、主さんに、はい、お前はあげまんだって言われたことがある。へ<ー>で、はえ なんてこの人、何、何、何って思って、で、そしたら、なんかさ、みんなそういうの聞いちゃうと、なんかそういうのばっかりで、なんかこう、え、そうなの、そうなのって寄ってくるじゃない。なんか嫌だなって思った。そういうのみんなの前で言わないでほしいとか思ったこと。あはあ。で、どうですか、実際。あたしは、あげまう。ほんとうん。みんな、出世。出世して、いいなと。 うん、私はなんか居残りですけどみたいな <laughs> でも私もねなんかねやりたいことがちょっと形になろうとしてて今うん。これ自分の人生最高と思ってまあ最低と思ったことはないですけど、うん、いやあるかな忘れた楽しいから今うん、うん、そんな感じでございますがそっかなるほどねまあね高マリーはい松麻里さん会いたいっていう人はあんまり、はい、ということであ 会いたい会いたいって彼から言われたりとか嫌なんだってことねえそうなんだそっかなんかじゃあ高松マリーさんの方から言うのかねえどうなの高松マリーさん私あれだななんかこう会わないとどんどんこう離れていく気持ちが。 もう寂し,く<ー>寂しさがきて<ー>でその寂しさもままならなくなって別に他に誰か好きになるってわけじゃなくん<ー>どんどん離れていく気持ちが冷めていくんでしょう冷めていくっていうかこの会わないいことに慣れていっちゃうのん<ー>だからんじゃあもういいいいやいいやってなってって<ー>もうなんか気づいたら<ー>ああもういいどうせなんかこう会いたいと思っても会えないんだったら。 もう,もうこっちに集中して仕事したりなん,かもうなんかもう自分の生活に戻ろうみたいになっていく<ー>、うん、たまに会えてはっていうのはあんまり得意じゃないというかん<ー>、うん、なんか会えなかった時の不満と寂しさが<ー>まず会ってすぐ爆発して<ー>今度離れる時に離れる寂しさで爆発してみたいなん<ー>ってなるからん<ー>なんか会い心地悪いいいやってなっちゃう。<laughs> 難しいの <laughs> はいえーっとレレチさんは、はい、私は月に12回会えたらっていうことでなるほどね<ー>そうねそれもいいかもね1週間に1回って言っても1週間も早いしねそうっすか、うん、だって1週間さ子供のことやってお家のことやって仕事やってあ疲れたってなった時にそこにもう1回なんか誰かと会う約束なんか入ってこらんよ、うん、あーまあ そうですね、うん、女性の,このエリエさんのあれはわからないけどねそうねやっぱり2週間に1回かなうんい,い,いいかもね女性は癒やす側だからかななんかど,どうなんですかねなん,だなんだろうこうなんかさすごく包容力がある人だったらいいんだろうねうきっとなんかもう飛び込んでいけるような人と出会いたい今度はなるほどうん はい、ええー、シュプレームさんお手合わせをお願いしたいですというとあ山ちゃん貸し出しますよ <laughs> はいどうぞ <laughs> <laughs> はい一工藤さんスカイプとか LINE とかで、はい、こまめに連絡取るとかで寂しさ紛らわすかなということでそっかうんそっか考えてみたら そうだよね全然そんなのない電話はあるけど、うん、スカイプとかそうだよね本当だ全然な<い>そういう手があったのにな、うん、なんかどっちも使おうとしてないまあね LINE はよくやりますけどスカイプまではね うん、なんかこう、じゃあって、ちゃんと準備して、飲み物も何も準備して、じゃあ話しようってならないと、スカイプでは難しい、なんかやりながらとかだから、いつも。一回気合い入れるっていうのはね、ねなかなか厳しいですよね、ね、うん、だったら会いに行った方がいいなみたいなね、遠距離だと難しい部分あるけどね。そううい,うい,い スカイプやろうかとはならないですよねだって会いに行けばいいもんね沖縄だったらね沖縄以外の人だったらさ正直全部飛行機で行かなくちゃいけないそうそう大変ですよ大変だよね離島とかもねあどうする遠距離遠距離あでも大丈夫だったって言ったよねなんか会えない理由にもなるしね遠いからねってでもそれを理由にされた瞬間別れたくなるな私は 遠いいい。からねね。ってたふん難 <laughs> 難しし、はい、<laughs> え、まあ難しいえそうでもなないででしょ、皆さん。あでもなんかそうよねあの,あの手段は何であろうとツールは何であろうと、うん、スカイプも LINE も電話であれ何であれ何でもいいからこまめに相手と連絡取るとか、うん、相手をこう気にしてるよって思ってるよっていうのが伝わってたならばきっとなんかうまくいくんだろうね。うん きっと一難去ってまた一難っていうもう恋愛でもそうです集団の生活仕事でもそうだけど、うん、やっぱりこういろんなものがさ怒涛の音がこう問題が起きてもその先に愛があったり、うん、癒してくれる何かがあったりとかこの辛いことあるけどその辛いことと同時進行して何か支えてくれる人がいたりそんな言葉があったら本当、うん、どんなに困難が訪れようとも乗り越えられるんだよね。うん うん、なんかあのー、スパンとちょっとねこう締めに行っちゃったんだけど、はい、やっぱりこういろんなことがあるけれど、うん、やっぱり愛があったりなんかね寄り添ってくれる人がいたらなんかいいんだろうねなるほど、うん、そんな人いる、はい、あなんだそれちゃんと子供がいますからねこそこかじゃあ私もいる4人も。<laughs> 朝からでもいいもん,んあのジャズは,ャズは朝からでもいいただ子どもたちに時間に遅れちゃうから <laughs> ジャズ朝からかけないでって言われるけど <laughs> 好きだ何話そう ちょっと、もうこうやって近づかないと見えないんだもんさっっき話そうつたの40分だったら45分ぐらいでちょっと一人語りをして何がいいかなあっていいチキンライスいいんじないですっ うん、いいかもね、その辺ではい、いやいやいや、いや、全般戦で、えー、と8時10分、15分ぐらいからこれ話そうねって言ってたの、なんだっけって忘れましたね、しましたねなんかリスナーさん覚、覚えてるなんか <laughs> あれ話そうとか言ってたの、なんだっけかな、<laughs> ねもう本当、あのー、さっきもね、怒涛のごとくって言ってたけど、私たちの中のトークも怒涛のごとくって、みんなにはそんな感じないかもしれないけど、いろんなことを話していくので。 忘れちゃうな一服堂さん、はい、コメント来ております。えー、片いいはちょっと辛いけどねあーそっか片思い片思い一服堂さんは片思いつらいどう山ちゃんはどの,どの恋愛の時が一番好きこうなんかちょっとあ気になり始めた時とかそれがちょっと進んで片思いになってでなんか思いが通じて。 は恋恋愛が始まって恋から恋愛になって付き合い始めがいいですねああ<ー>、うん、でもさ付き合い始めも1週間ぐらいがいいなそう1週間ぐらいはちょっときつくないあそう、うん、ちょっとやっぱお互いこう慣れてきて、うん、という時にこういろいろとああそっか、うん、なんか楽しみがばっと広がるかなって気がしますがそっかあ僕はね、うん、そっか1週間だとまだほらちょっと探り合いというか 本当、うん、多分恋愛に発展する前にいろいろあったからかもしれないなんなんかこう探られっぱな,しみたいなそうだから探り合いがあんまり好きじゃないんですよ私もよなんか気になるんだったらストレートに聞いてこればいいのに、うん、なんで探売るんでしょうねストレートに言えよと思います、ね、でもそういうエリアさんも探るでしょ私探売んない <laughs> ねえねえそんだけ聞いたんだから私も聞くけどさっていう。 思いっきりストレートに「私それ聞く権利あるよね」って言って言うあ聞くとかじゃなくてやっぱ気持ちの探り合いですよしないえで、ね、どうなの私好きなんだけどどうなのうっていうふうに聞く。 なんか好きだって気づいたんだけどどうとか私は好きだけど別に気にしないでとかそんな風に言っていくかなまず自分が好きって気づくのも時間かかるけどねかなりかかりますよ何年もとか何年もえ大変だねどうですか皆さんそんなのって大変 大変、ね、どうえーっとですねあ、はい、じゃあ,あこの関連いくか一工藤さん、はい、えっといろんな事情がありまして自分なりに楽しんでおりますそれは両思いがいいに越したことはないけど<ー>でも嫌われてるって分かったから引きますということえー、あのー、あそうなの嫌われてるって分かったら引くんそっか私なんか一回ぐらい「何とも思ってないよ」って言われたら「うん」っていう。 でも嫌われるっていうのがあんまりわからないけど、嫌います。よっぽどのことがない限り。っ嫌いませんよね。嫌わない。うん、あの、相当な。人生は。うん。うん、相当なことがないと嫌わないよね。だから嫌われてないんじゃないうん。あの、勘違いかもよ、一福堂さん。あのー、ゴムイン作って好きってほっぺに押してあげたら。 どういうことあごめんそんなのもいいかなだね一福堂さんのスタンプいいから <laughs> あはんあはんねえはいそんな感じえーっとーこれ関連でいくと、うん、レイチさん恋したいということねえ恋はいいよねんなんかドキドキなんかドキドキしてるとかわくわくしてるまではいいな私もうんうん、うん、なんかそれが恋愛になると そこに不安要素が入ってくくるるからし苦しくなるんだよね不安要素めそう,うんなんか逃げたくなるえそうなんだ、うん、えーっとですね、うん、そしてスプレームさん、はい、好きでないことはキスすら簡単にできるけど、うん、本当に好きなことは初めて手をつなぐ瞬間が至極の時ああそうね好きな人と手をつなぐってすごいなんか一番嬉しいかもねうん、うん、でもさ好きでないことそんなキスしちゃだめよ うんダメですようんあの本当に好きな人ができた時にその好きな人がそういうのを耳で聞いたり見たりすると「ふん」って引くよねうん、うん、で信頼もなくすよそうだようんねえやむちゃんうん気をつけないとねえやむちゃんなんで俺がやってるみたい <laughs> 知らないはい。 こんな人本当にやってるみたいさそういや知らないよってだからちゃんと言ってくださいなんて言えばいいだから僕はそんなことしないですからって言ってますはい幾度さんはいつかず離れずいい関係でいますということですそうかあの離れず離れずくっつきたいよね好きな人とはねうんそうですねんかピトーンってしてたい ぴったりとかじゃなくてピトーンとしてたなんかうんわかるねいいよね太郎 <laughs>、はいえー、ちゃんじゃない一吉さん、はいえー、ちょっと離れますねこの話恋愛話とは、はい、最近父の日で泣いたらしいじゃん山内さんってことでそうなんですよねああそうだったのねうんもう子供の手紙がうしすぎてあるある、はい、あるよねそして太郎ちゃん自分はめちゃめちゃ寂しがりやだ うんうんなんかそんな感じするよね太郎ちゃんはうんうんでも太郎ちゃんのこの接し方僕はすごいと思うんだよなでもさみんな太郎ちゃんみたいに接してたら何がって聞きたくなるあまあだからそうだけどそ,<う>その、うん、いいいい距離感というかそうねそのいいこの なんていうのこっちにも頼らんしうん、うん、みたいなとこがやっぱ好きですよねかわいいよね確かにねえっと一福堂さん好きって思ったら、はい、その人の声も喋り方もみんないいのよ勝手に癒されてますあわかるわかるなんかさ「ここが好き」とかじゃないんだよねんなんか嫌なとこも含めて好きわかる、うん だから、これが嫌。もちろんさ、こんなとこ嫌だよとか、なんとかっていうのはあるけれど、うん、例えば10、十、十あるとするじゃないその人の存在っていうか、その人をいろいろ分けるとして。ね、優しい。そう、うんうん、要素が。で、そんな中で、十のうち二つ嫌なところがあると。うん、でも、こっちの人は十のうち七つ嫌なところがある。うん、でも、じゃあ、どっちってなった時に、この二つがどうしても嫌だったら、うん、この二つ嫌なところの、ある人の方が。 断然ダメなわけじゃない。はい,はいはいはい。でも、七つ嫌なところがあるけども。でも、それは、なんかこう。それも含めて好きって思える相手っているじゃない。うん、いますね。ね、うん、なんかそういう人って、ずっと一緒にいれるよね。うん。うん、ね。ね。誰。<laughs> ええ、いいですか。<laughs> はい。コメントいきますよ、はい、ええー、れれちさん。 男の人ってやっぱりシチュエーションとか考えたりドキドキしたりするのかなぁ何も考えてなさそうに見えるけどって来てまますすが。どうな考考ええるあ、考えますよ。きっと考えてんだろうけどうんなんかさ例えばさ A タイプ B タイプ C タイプ D タイプってあるじゃない。うんうん、でこの男の人は C タイプで物事を考える。でもこの 相手の女の人は A タイプで物を考えるタイプだとするじゃない。それをいくら C タイプで一生懸命考えても、合わない、何これって、え、何、何、何かあった今、みたいな、気づかれない場合もあるわけじゃない。一生懸命頑張って、それをセッティングしたり、サプライズ考えてるのに、だから、どうなんだろうね。何すか、急に。あの、そんな、あの、どうなんだろうね。 まあ一生懸命やってくれたのはなんか認めるけど、うん、ありがとうって思うけどんそ,うえそれはサ,<お>サプライズ的なお話とか、うん、なんかいろんなことどうううなんんだろうねうーんうーんですよね、うん、サプライズの話でいい、うん、いいよ好きっていう人もいるしね嫌いっていう人もいるしやっぱ僕はでもやり,たいやりたがりではあるので。うんうん されるのはあんまりなんですけど恥ずかしいさ。うんうん、でもやっぱりするのは好きなので、うん、その辺がね。私ねサプライズ嫌いなの。ね嫌いそうだよね。うん、<laughs> えなんでそういうのそう思う？<laughs> あ他ないなんでだろうね。私ねサプライズ大っ嫌いだわけ。うん、あのねあの本当なんか自分でも皆さんごめんねって言いたくなるんだけど、うん、もう私のスケジュール目いっぱいだわけさ、うん、いろんなことが。うんうん だから、なんかこう、もうそれでも追いつかなくてやってるところにサプライズなんかやられた時には、全部スケジュール崩れるから、なるほど。ごめんなさいって思って。だからこれ言った時に、女子ってとか、女の人ってサプライズ好きだよねって言われた時、そうか いや意外とねそうでもない人もいますよねあ本当、うん、あよかった私だけおかしいのかと思ってたいや結構聞きますよ例えば突然、うん、なんかこうパーティー誘われてるから、うん、今日行こうって言われても、うん、そのためのいろんな準備あるのに今言われても困るわよみたいな、うん、だったら、ね、最低2週間前には言ってよねとかある、うん、でもその人も突然誘われてなんかエリュー行こうって言われたら あオッケーじゃあ急いで準備するけどってなるけど 2>, <ー>2時間前とか言われても無理だね。ん<ー>うん、そう、なんだろういろんなことなんかね多分びっくりすることがん<ー>なんか私はびっくりがいろんな意味で紙一重で<ー>いろんなことがあったから<ー>びっくりであんまりいい思い出ないからな嫌なんだはず。 いやーねーそこはね人それぞれですね,ねでもこれから楽しいサプライズがきっと私も増えてくるんでしょうね人にするのは好きなんだけどうん、うん、だから僕は結局するのが好きなので、うん、されるのは好きじゃないけどされた時はやっぱり,どより喜びたいとは思うんですよ <laughs> 要するに結局ほら、うん、やる方は自分が楽しいからやるんだけどそれも受け入れて、うん うん、受け入れたいなっていうのがあるじゃないですか嫌だけどうんうんうん分かる僕はね演技するのが嫌なんですよああ分かるできないよねできないだから何でもないよって言ってるけどね見えるもんねそうだから分かるじゃないですか分か,らない、ね、分かるだけねやってくれるんだったらいいけどと、うん、思うんですよ、うんうん、だからちょっとね,ね<え>とは思うんだけどただやっぱりそれでもねやっぱり喜びたいなとは思いますよ、うん、でもサプライズであのな、ー、なんかなんだろうな 絶対なんかえーってなんないのはいつでもケーキは嬉しいね。<laughs> 注文ですな。<laughs> えー C さん。はい。遅くなりました皆さんこんばんは。あーよかった心配してたなんか連絡が取れなくってあのよかったよかった元気だったのねよかった。ーえー、大好きな人を遠くで距離保ちながら陰でキャーキャーしたい。あー可愛い,いそういうのもいいね。うん。 いいねいいですね,ねなんか高校とか中学校の頃思い出すうんうんそうっすねさあ、えー、続いてシプレームさん嫌なところまでは絶対に愛せない潔癖症、はい、好きなところが<ー>10個中9個あっても無理ってことだそうなのね,すごいね <laughs> でもそういう相手 でも巡り合ってて結婚してますかあ素敵な奥さんな、うんだろうね、ん。ねえ、すごいなね。いいななんだろう、うちはとことん話し合いますね。う,ーんうん。なんか、私、そうね、あの合わないところがあっても、とことん話せる相手だったらいいかも。うん、うん。なんか、物の考えが違ってても、誤解でずれてるって場合もあるわけじゃないうん。だからあの いいかなそれはそれでうんはいえっと一服堂さんはサプライズやるのもされるのも好きだけどなまあされたことないけどってことで <laughs> なんかいいねなんか一服堂さんかわいいいいねやれる,<ー>やるのもされるのも好きということで、ね、なんかそういう人にはやってあげたくなるよね、うん、あいいなエレレッツさんサプライズの内容にもよるかなああそうね内容によるねそうよるよる でもどうせサプライズやるんだったらやっぱりこの何ていうのいいあれがいいじゃないですか喜ぶようなことねえ、うん、そうね確かにね,ねどうしよう私眠くなってきちゃったわお <laughs> ジャズのせい多分そうだと思うジャしーさんサプライズされたらリアクションの取り方がわからないということだあんかそっかあのなんか,か,なんか私も顔引きつりそう なんであの内容によってはサプライズの内容によってはああは、ね、なんかこう素直に、うん、なんかよあでもないな私素直になんか嬉しくて泣いてるかもあ<ー>あ私はでも上手いいよね私考えてないやっぱり私素直に生きてるかもあもしかして今までサプライズやってくれた相手が嫌いだったんだ <laughs> 無理やトゲえっとレレチさんはフラッシュモブとかは嫌ですって あれ僕もあんまりですねあっあのその他大勢で見てるのはいいけどああまあ見てるのはいいかもねいいけど自分はいや自分はえっってんかえっってやっぱりそうやる側だったらいいけどちょっとやっぱり引くかもしれないな結婚式のゴンドラみたいな感じ え <laughs> <laughs> えーみたいなシ、えー、プレームさん潔癖,潔,潔癖症がために一度の離婚と今の嫁と結婚してからは、えー、家で経験あり <laughs> どういうこと <laughs> あのなんて言っていいか困っちゃうな困っちゃううん、うん、はいじゃあどうしますかそろそろ BG も変えましょうかそうねなんかちょっと眠くなってきちゃった <laughs> なんか脳がね、うん、<laughs> そうごめんなさい眠くなってきちゃった <laughs> あ,のあの次の番組のあれでギャラリーさんが来てくださってるんですけども,なんかもう眠くなってきちゃいましたよっていう話をちょっとねギャラリーさんとしましたがえー、そうなのよね私の脳って素直に反応しちゃうわけ、うん、なんか例えば隣の人がカレー食べてたらカレー食べたくなるしラーメン見たらラーメン食べたくなるし、うん、なんかこう 焼肉って言われたら、あってもう焼肉のタレが口中に広がっちゃうし、うん、焼肉の匂いまでしてきちゃうみたいな、うん、もうほんと単純にできてるわけですよ。お腹すくなああ、はい、なんかお肉食べたい。なんか,なんかお肉食べたいの <laughs> ウイスキーも飲みたいのとか。ああ、いいですね、うん。ウイスキー大好き。うん。めっちゃ好き。 今日ちょっとね、竹鶴がそろそろ残りがわずかで、ミエンキョウに比べて竹鶴の方がちょっと柔らかくって、味が、うん、私は竹鶴がすっごい好きであの、シングルモルトンが好きなの、のモルツが好きで,で、そういうのを切らさずにお家に置いておくわけですよ、はい、まあそんなしょっちゅう飲むわけではないんですけども、うん、でちょっと、あちょっとたけそろそろ補充しておこうかなと、うん、半分切っちゃったしと思って、うん、あの注文かけたら、今入ってこないんですよ、うん、と。 入ってこないんんですよエリューさんそうじゃああまり期待せず5本注文入れておきますって今日5本注文入れてきたんだけどでその代わり「カフェなんちゃら」とかっていう、うん、あのコーヒーの香りがするらしい、うん、ウイスキーを2本、うん、2> 持たされて「エリュウさんじゃあこれ、あのー、それが来るまで飲んでてくださいよ」って言われて。うん <laughs> の飲んでてくださいよって2本持たされて、えあのおいくらで、いや、ま、飲んでてくださいよって、もいいっね、なんか、もらって帰ってきて、ウイスキー。で、俺は私、でもこれ飲まないぞと思って。うんあー 確かこれなんかボスが、美味しいって言ってたの、うん、これじゃなかったかな。もしあれだったらボスにあげようかなと思って。ああ、いいですね。いろいろお世話になってますからね。うん、なんかあの、視聴者プレゼントじゃないですけど、あの、いただきもんですけど、どうぞとう。初 <laughs> <laughs> 中見舞いともにみたいなね。ああ、いいですね。はい。はい。あ、美味しいのじゃあ私のほうがいいかな。 どうですボス。なんかね、なんか2種類あって、んうん、本当にコーヒーな味なのか、私もちょっとわかんなくて、7000円弱ぐらいのウイスキーだったですね。<ー>うん。結構するね。なんか、それ2本こうやって持たされて帰ってきて。肩痛い、も、うん、重くて。うん、なんか肩痛くて今日ね。そっか、ボスこれはどうしますこれソーダで割っていいんですかそれともロックですか何ですかそのまんまですか 私まだ開けてないので送ろうと思って。まあ取りに来てください。はい。うん、そんな感じでございますが。ぜひぜひああね、山ちゃんこれからのなんか恋愛目標みたいなのあるときめき目標みたいな。恋愛目標うん。こんなときめきたいみたいな。恋愛って別に、うん、なんだろうな。心だけでときめくものっていうのもあるじゃないああ、はいはいはい。ねうん。なんかこう仕事のエッセンスになるというか。あ、なんかあの人今日素敵だな、キラキラみたいな。うん、そんな感じ。とか。 ないよね。今ねねねあのそういえばないな。ときめくことは、うん、あのやっぱりとってもなんか生きてる上でツヤ感が出てくるような気がする。わけうそうだから、あのそれが双方向じゃなくとも、うん、あのね。一方通行であってもそういう思いってあったら私は素敵なのかなと思ってうん,うん。思いますね。 ありますか<私>、うん、あのまだねあの一方通行もないというかそうだよね,ねうんないねあってもごめんねあっても教えないわあじゃあ聞かんでうそうそうそどっちがうそかわからないっていうねあのー、なんかあのほら前も岸恵子が好きって言ってたじゃない私うんうん、うんうんで 岸稽古乃木和洋子草笛光子が好きで,、はい、で今回乃あね洋子さんが、ね、旅立っちゃったのでちょっと正直テンションが落ちててああって思ったらあのなんていうのやっぱりあの方もフランスにちょっとね留学したりとかしててやっぱり私フランスに留学したりそこの文化を学んでたりっていう人たちこのフランスのエッセンスが入ってる人たちが好きなんだなっやっぱり雰囲気が違う。 んなんかねクレ黒猫のようなしなやかな魅力があるというかあのこっちの向かいの洋服屋の人は、うん、フランスのあれですよなんかやってますよ誰 <laughs> ボヤージュっああボヤージュイタリアのじゃないあ,あれイタリーか <laughs> <laughs> っか、うん、ごめんね いい話を追ってまでいったのにいいですよ <laughs> な,んかなんとなく言いたいことは分かったんだけど <laughs> でもあそこイタリアだしなどっちかなって <laughs> ちょっと悩んでどう振ろうかなと思ってい,いやいいんですコメントに逃げていいっすかはいお願いしますさん、はい、何歳になってもときめきたいよなそうときめいてはいたいよずっとね本ん、うん、なんかやっぱりそれって あの活性化されるよね自分の中のエネルギーが。んかこうときめきって私なんか炭酸の泡のような気がするというかシュワシュワしてるというかなんかあれっていいなって思う。あれですか、うん、この皆さんもそうだしエリューさんもそうだけど、うんうん、例えばほらあとかっこいい方がいると、うん、でそのまあいいなって思って、うん、そしたら割とこうドキドキできるんですかねそれとも 僕はねいいなと思う人がいても、うん、本当にじゃあこうときめくぐらい好きになるっていうのはなあんまないんですよ、うん、なんかそういう感じに見える、うん、なんか思いっきり好きになったっていう恋をしてない気がするそうそうそうだからそれが、うん、なるのが非常にこう遅いというかあ時間がかかるかかるはずだしこのなんていうんですかね、うん、その見つけにくい ああ、なるほどね。うん、なるほどね。そっか。あたうちは、なんかね、気づかないときの方が好き。自分がこの人が好きなんだって気づく前の自分の方が、うん、あなんか、例えばだよ。例えばこうやって、あの、リスナーさんが、こう、毎回コメントくれるじゃないああ、なんか、今週も来てくれたなとか、うん、あ、この人来た。あ、この人のコメントって楽しいよね。テンション上がる。 とかこの人のコメント入ってくると番組閉まるなとかんあなんかこうアクセントになっていつもいいコメントくれるなっていうところがずっと続いてて、うん、気づいたらそのコメントを待ってるようになってっていうのがずっと続いててある日突然好きだったみたいなそういうぐらい時間かかる。例え,ばね、例えばですよ そう例えですよじゃあ簡単にはもうワきキきーキャならないってこと、ね、ならないですねうん、うん、なんかこう例えばそうですねこうパッとなんかどっかのパーティーに行って素敵な人がいても、うん、すぐなんかうわーとかならならい、ね、やっぱそうですよねみんなそうじゃないでもねいやそうでもないじゃないですかそういう人の周りってキャーキャーキ,キャキャ人が人だかりができたりとかであとなんだろうな芸能人とかいたりするとんなんかみんなわーとか行くけど私あんまりでもあれはときめいてるとは違うんじゃないですかいや 他の追っかけの人たちとかさ、うん、一瞬だけっていうことでなんか思いっきりなんかあの例えば福山ロスみたいなないな、そっかだから私もこう徐々に徐々にこう積み重ねていくというか、うん、なんかね私は見た目でみんながこうなんかバーンってこう キャーみたいに行くタイプに見られるんだけど結構、なんかエリューさんって来られたあどうもいつもありがとうございますみたいな感じ <laughs> ああ、どうもあどうぞどうぞ皆さん楽しんでくださいみたいな、うん、だから逆にプライベートになるとみんなびっくりするはずうん、うん、結構こう、なんかクールですねエリューさん結構って<ー>いや、クールなんじゃなくて苦手なのみたいなあな何これげ、トゲ,トゲ抜いておこうね。<そ> <laughs> ールイコ嫌いななんだなって思われまますよい<や>また嫌いじゃなくて苦手なの,あのそういうコミュニケーションが <laughs> ああなるほどねその人がじゃなくてね、うん、そうそうそうんかみんなみんなこうちょっと時間かかるというか、うん、あそうなんだそうなんだあのさっき誰かも言ってたよねあの好きじゃないことはもちろん私はできないけど、うん、好きじゃないことはいっぱいなんかキスできるけど好きな人と手にいるのがあってはい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  まあれと似て何でもない人たちとはわーって騒げるけど好きな人と話すっていうのはちょっと大変かも逆になんかこうこいつ全然俺に聞いないなみたいな雰囲気になっちゃうあそうなんだとか女性なんか多いって言いますよねそう私は緊張してダメねそういう人ねもうダメダメもうずっと黙ってますねなるほどはいわかりましたいいですね 分分分ぐらい<え>5分ぐららいいい、うん、ですかはい、ますよえー、なんかこの間父の日があったわけで、えー、私の父はそうですねもう10年前ぐらいに旅立ったんですけどもふと父のことを思いながらこうフェイスブックをページ開いていたらふとこうなんていうのかな紫陽花の花が道の両脇にこう。 咲いている風景の写真がアップされてて、それを見たらなんか今までこう、ね、いろんな心にこう、突き刺さるような出来事があって、とっても悔しくて悲しくて、本当になんか今にも壊れてしまいそうな自分だったのが、その花を見た瞬間、ふーっと、ああ、なんかそういえば、私が幼い時に父親と、 こういうところを散歩したような気がするなって、そういうのを思い出したんですよね。で、その時に父親が言ったのが、どんな時でも悔しいことがあっても悲しいことがあっても涙は流れる。でも、どんなことがあっても頑張って笑ったならば、いつかその笑いは笑い泣きに変わってて、 その悔しかった時、悲しかった時、苛立だった時に傷ついた心が癒されるんだって言ってたんですよね。それをふと思い出した父の日でした。なんかそのことを思い出したら、そういえば、父が旅立つ時に私の夢枕で、とっても面白い格好で父親は出てきたんですよね。その時になんか私は思わず吹き出して笑って、その 笑った瞬間に電話が鳴って、母からの電話ですぐ病院に来るように。駆けつけると父はもう静かにただ眠っている。なんかあのね、別れを、その瞬間の別れをできなかった私に対して母と兄がせめてもの思いやりだったのが大丈夫。 息はしてないけど、死んでないっていう面白い言葉をね、私に投げかけたんですけど、うー、ん、んって、その時私が母親と兄に対して、うー、んうん、気にしないでって、大丈夫。私は私の中でもうお別れが終わってるから。そして、別にこれが最後じゃないしねって言ったあの日を思い出しました。ああ、父は私に言ってた。 いつでも笑ってて欲しいで。お前の笑った顔はお父さんにとって一番元気になるんだよね。お前はこれから生きていく中でもいろんなことに出会うだろうがいつも笑っててほしい。そして私の夢枕でやってくれたあの出来事が本当にもうほんとき出すしかないって。ガリガリのジプシーが出てきて決して綺麗じゃなくて。 はって思ったら真っピンクの口紅もつけてでよく考えたら父親だったってすごい面白い別れだなって私は思いましたつまり父は最後の最後まで私に笑ってることを望んでいたそしてどんなことがあってもこの父から私に手渡された財産は消えることがないんだな そう思うよう思よなものは父父は残ししてくれたそれたたそを思い出す父の日でしたきっと皆さんにもああお父さんとはこんな思い出があったなってこんな嫌なこともあったなって思いますがもう一度振り返ってみてはいかがなんでしょうかね。 泣いてしまったよ父の日の朝。う,ーんうん。ど一分ぐらいあれがあるんですよ。この歌？うん、うん、この歌はね、あと十五秒で終わるんだけど。そっか。あれって五分何秒ぐらいで最終だから。やっぱり五十分から始めないとギリだよね。もう一回やるか。でも。曲たあ曲足りなくなったらじゃあリリピートする。オッケー。 いや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 いろいろあります毎日でございますが、はい、どう山ちゃんが父の日で思い出すのは今父となった立場そうですねね、うん、そっちの方が思い出すはいああ私はやっぱりどっちもだななんか 自分が子供だった時のとか、うん、今でもまだ父を思い出す時は子供だしでまた母を思う時も子供だしうん、うん、でも自分たちの子供に対してはお母さんだし、うん、でもなんかいいなって思うなんかこんな感じでっていう感じなんだけど、うんうん、山ちゃんはどうあの自分が父としての父の日をこの間ちょっと涙しちゃったんだよねって言ってたけど。 どう僕がだから要するに感動したのは段はこはうちの長男は手紙をもらったんですけどその手紙、彼は日記とかでも学校からつけられているやつでも自分の感情を書かないんですよ、起こった出来事だけ退屈しました、勝ちましたみたいな。 まあ小学校2年生だからそれもいいかなとは思うんだけど、うん、そこで手紙に「父ちゃんのことが大好きです」って書いてたんですよだからもうこれでねもう酒も飲んでたし、うん、もう泣きたくなった、うん、やばかったですね <laughs> でもなんかねそこで泣くのはちょっと違うなと思って一応こらえたこらえはしたんですけどなんか、ね、いや泣いてあげたらいいのにあのあれだよ親が素直に感情表現すると子供は、うん 安心ししてて感情を出してくるあだからすな、なんていうんですかね、もうめっちゃうれしくて、こんなはやったんだけど、えーうん、あの抱きしめてね、そそ、ね、そうそうそう、うん、もうとっても好きってはやったんだけど、うんうん、なんかね、涙見せるのはちょっと違うかなって気がしたんですよ。わ、まあ、かんない、これ、なんでか知らんけど、あの格好つきたいのかな。あのなんだろう、うんうん、人前で涙は見せないものって私たちは教わってきたんじゃない。でもね、僕、番組では結構泣いてる、うんですわ <laughs> <laughs> 結構ねあの最近もろいんですよなんかねーえみちゃんさんにも泣かされたしあああの人は得意よ <laughs> <laughs> だから結構弱いんですけど子供には何か見せたくないなっていうのがやっぱありましたねなんだろうねな,なるほどね、うん、あどうだったかなうちの父親まあ,あのうちの父親の年代としては背の高い人だったのね177だったかなで、高い、ね、まあ 自慢できるこうビジュアル的には自慢できる父親だったというかうもう足も長いしかっこいいしんなんかいいね二上のお父さんかっこいいってうーんみたいな、うん、ちょっと日本人離れした顔もしてたし<ー>なんか見た目というか外面も良かったしなるほど <laughs> まあねなんかその時好きでした 4ヶ月前に、二人っきりで飲んで、うん、いろんなことを話したわけ。うん、父親のこの結婚する前の恋愛の話とか、うん、ちょっとあるでしょと。うん、あの、絶対、あの、結婚する前に結婚したかった人がいるでしょと。うん、その人の写真持ってるでしょと。うん、見せてと。言っ、うん、<laughs> たら、言った。った,たら、 うんうんいや、見せてって。うん、お父さんがすっごい好きになった人、私は見ておきたいんだよって言って、見せてもらった。で、なんかまさか娘にね、こんなこと言われて、こんな流れになるとは思ってなかったとかって。でもいいっすね。お互い、この、年、うんうん、なんていうの、大人になって飲めるっていうのは理想だな。うんうん、あらね、そうね、私が38の時に旅立ったんで、うん。うん あのー、そうね良かったよあの時間は、うん、でそれがいいな,、あのー、なんか父との最高の思い出というかその日の出来事が、うん、だからそれまでのいろんな出来事がそれでチャラになったというかうち、ん、いいな、うん、あみに 行っっててもいいいいよって言われるぐらいの父親になりたいですねああああで,でもねその前にもちょくちょく私とおあの父親は飲みにもうご飯食べにも2人で行ってたわけ、うん、でもやっぱりなんかねそれの最後最後だからではないんだけどその時の中身がすごい濃くって、うん、なんかまた なんか一緒になんかやろうねみたいなのが最後でしたねじゃあコメントがまだちょっとちらっと残ってますが読めますでしょうかそうなんですよ、えー、一服堂さん自分が親になって初めて親の気持ちがわかります私大事にされていたんだなってなので子供も大事にしたいですということで来ております、はい、えまた太郎ちゃん娘のためにかっこいい親父で居続けるぞということで。 ねえ。はい、なんか素敵ですね。みんななんかそれぞれのいろんな気持ちがあると思います。うん、なんかまたこんなことを来週も話ができたならば、来週何話しようかね。ね。ね。いつもギリでごめんなさい。<laughs> えー、で,はではではでは。じゃあ来週も皆さんの耳がこちらにね、あの、傾いてもらえるように頑張りたいと思います。はい、では、マちゃん、最後の一言。はい。愛しております。固いね。みんな、私も思いっきり愛してるよ。またよろしくね。さよなら。バイバイ。 早くないか終わり方がしょぼしょぼだったね。<laughs>